今回はタイトルである「ゼロから始める異世界生活」にかけて、キャスト陣の誰かのゼロ、すなわち初めてを体験していくという特別企画も用意しております。そんなドキドキなね、展開をお伝えしつつ、作品の魅力が伝わったらいいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ではリゼロから始める異世界生活事前特番、リゼロから始める異世界体験スタート。ということで早速出発していきましょうか。おっ、用意も車が用意されていた。すごい、で移動だよ。おっ、あっ、入るか。すごい。はい、ということでついに出発しましたけれども、じゃあ小林さん、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあいろいろとロケ、頑張っていただきたいと思うんですけれども、はい、ちょっと小林さん、その前に一回ちょっとこちら見てほしいんですけど、はい、小林さん、お疲れ様です。高橋理恵です。今回はそちらの番組に参加できずにすみません。本当だよ。ただ今こうして映像があるということは、私もこういう形でちょっと参加させていただくということで、一つ小林さんにお願いしたいことがあるんです。そのお願いとは、リゼロから始める異世界生活の番宣タイムをかけたミッションに挑戦してほしいんです。ということでね、ミッションの説明をさせていただこうかなと思います。まずルール1、小林さんにはこれから行くロケ地で内山さん&村川さん&水瀬さんに対してあるミッションを行ってもらいます。そしてルール2、すごく怪しまれたり企画がバレたりロケ終了までにミッションが成功できなかった場合は死にます。重いよ。そうなんです。ミッションを失敗した場合は番宣タイムが0秒になり、小林さんの面目丸つぶれで死にます。ということで、ミッションの内容ね、気になるところなんですが発表させていただこうかなと思います。これから行くロケ地で内山さん、村川さん、水瀬さんの3人に可愛くにゃんと言わせてください。もちろんですよ、こうなんか、おい村川、にゃんって言えって言ったらダメですからね。本当にこう直接的なものは絶対に NG でございます。それではそれでは小林さん頑張ってくださいね。以上、エミリア役の高橋理恵でした。おー、なるほど、こういうことやるんですね。あーはーはーはー、皆さん改めまして、今回ナビゲーターも担当することになりましたエミリア役の高橋理恵です。ということで、一人過酷なミッションに挑戦することとなったユッケ氏、果たしてミッションをクリアしリゼロの番宣を行うことはできるのでしょうか。いや、それにしてもいい表情してましたね。キャスト陣はロケ地へと移動中。車内ではどんな会話してたんですかね。いいな、気になる。男性からなんて呼ばれることが多いです。てか逆になんて呼ばれたい。まあでも、ユミちゃんとかが一番しっくりくるかなって気はしますけどね。じゃあ今日からユミちゃんですね。あらまあ、ユッケ氏いきなり大胆。呼ばれたいって聞かれたのに。そしてちなみに、イノリンで、私ユーリンさんって呼ぶから。あ、そうか、ユーリンさん。ユーリンさん、なんかユーリンさんって呼んでるのはあれだよ、もうミナちゃんと大西沙織だけだから。分かった、そうなりかね。ユーリンちゃん、イノリン、村川。そう、村川ね。そうそう、これはね、新井さとみさんが私のことを村川と呼んでくださっていて、そうだから僕もそれにあやかって、もう村川って完全に呼び捨てにしてこの作品のこの現場では村川ってあえて呼ぼうっていう。リエション元井村川、お互いの呼び名もバッチリ決まったところで目的地に到着したようです。ということで、最初のリゼロから始める異世界体験はこちら、ドゥドゥン、猫カフェ猫のつぶやきさんに参りました。ということで、これは誰の体験なのかな。はい、私です。あ、ゆみちゃん、おはようございます。はい、生まれて初めてなんです。猫カフェ一度も来たことないんだ。ないの。あ、そうだよね、そういうつけだ。そうなの、本当になかった。ちょっとこれを機に初体験してみたいなと思います。いいじゃないですか。ユミさんの初体験を叶えるためにやってきたのは、埼玉県川口市にある猫カフェ猫のつぶやき。店内はアットホームな雰囲気で、アメリカンショートヘアやマンチカンなど全部で8匹の可愛い猫ちゃんたちがお出迎えをしてくれます。ではこの癒し空間で思う存分楽しんじゃいましょう。あ、ユッケ氏はミッションのことは忘れずにね。じゃあ
ちゃんのね、リクエストだからとりあえずユミちゃんの声本当にもうなんかね、たくさんね、いすぎて、でもやっぱりちょっと一番気になるのここでずっとくつろいでるこの子がさっきからもう気になっちゃってあらまーこの表情がもうあーほんとかわいい、もちゃっとしてる。そして早くもユッケ氏が作戦開始ですよ。あれだよ、猫に話しかけるときはね、語尾ににゃんをつけると意外と反応してくれるらしいよ。ね、マジでやってみたい。マジで。ユミさんキラーパス。そういうことじゃないの。そういうことじゃない。俺がやってみるってことじゃない。あれ得だよ。挑戦します。こっち向いてほしいにゃん。どうやら。これは寂しいぞ。教えてね。みんな冷たいんじゃないかな。ちょっと一人ぐらいやってよ。村川。村川。私。ちょっと振り向かせてみて。村川優しい。目ぼすけさんですからね。ちょっと手強い可能性ですけど。一つ可愛く言う。あ、なぜこれは村川クリアなるか。おくらじゃいけないって言われたんだ。ニーションだニャニャー起きてほしいニャーおーい起きてほしいニャー お見事だニャン。村川クリア。残りは2人、このままクリアしちゃいますかね。一方ミッション挑戦中のユッケ氏ですが、村川にニャンと言わせたもののユミさん、イノリちゃんにはうまくいかずかなり苦戦中。残り時間もあとわずか。このままでは番宣タイムゼロですよ。お願いします。はい、ということでいろんな猫ちゃんと触れ合ってみましたが、はい、どうですか、初めての猫カフェはユミちゃん。帰りたくない。やっぱ今またこうね、猫ブームが来てるわけじゃないですか、うん、なんかその気持ちがちょっと分かりましたね。皆さんの猫が猫にこう心奪われる感じが面白かったね。違う違う、あ、ちょっとあそこの猫ちゃん。して、して、あ、こっちを見ている。なんという表情、なんという姿、あくびもしている。いや、ほんと可愛いな。結局この後もただ猫ちゃんと遊び続け、ここでタイムアップ。もちろん結果はこれさ、残念ながらミッション失敗です。いや可愛いな、ほんと。ごめんなさい、ミッション失敗です。無理だよ。なんか次挑戦したいですか。じゃあこちらの部位見てください。何何何。あっちゃー、小林さん死んじゃいましたね。やっちゃいました。まあやってくれると思ったんですけど死んじゃいましたか。残念でしたね。でもこの番宣タイムはなくなってしまいましたが、この作品の重要なキーワードである死に戻りを生かして、もう一度だけ番宣タイム復活のチャンスをあげようじゃないかということでございますよ。もう自分の能力に感謝してください。死に戻りをさせてあげますということで、次が番宣タイムに向けて最後のミッションでございます。いきますよ。3人に下の名前で呼んでもらってください。大丈夫ですかね。小林さんの下の名前、ゆうすけ呼びをしてもらうことですね。本当にこれ最後のチャンスですからね。リゼロをぜひとも紹介してほしいということで頑張ってください。ということです。さっきもうまさになんか名前の話したじゃないですか。無理だよ。スバルの能力、死に戻りの力で再びミッションに挑戦。本当、ユッケ氏、頑張って。はい、ということで、はい、やってきたのはここ池袋にある、はいはい、この店です。はい、何？ペンギンのいるバー。ペンギンのいるバー。この寒い中ペンギン。っていうかさ、ね、うちら薄着でここってバカじゃないの？もうね、夜になったんで急、もう本当寒い。本当寒い。本当寒い。でもこのペンギンのいるバー、さっきは猫カフェでしたけど、はい、今度はこれ誰の？上着カフェってのか？僕です。右二人自由だな。ちょっとね、前に初めやった作品で主人公をやった時にね、なんかペンギンが好きな主人公だった。そうなんだ。あ、なんかちょっと俺もペンギンと触れ合ってみたいなって思ってちょっと探したら、もうお名前そのままペンギンで、これがお店の名前らしいです。これを見たらもうね、それはもう
来たくなりますよね。そうなんです。ということでちょっと今度は猫の次はペンギンをやってみたいなと思いますので。そんなユッケ氏の初体験を叶えるためにやってきたのが池袋にあるペンギンのいるバー。その名の通り店内で4羽のペンギンが飼育されていて、ペンギンたちのコミカルな動きに癒されながらお酒を楽しむことができます。本当にペンギンいる。さらにフードメニューはペンギンのいるフレンチトーストなど、ペンギンにこだわった料理も魅力の一つなんです。ではではユッケ氏、このお店で番宣タイムをかけた最終ミッション頑張ってください。はい、ということで、はい、お店の中にやってまいりましたが、はい、こっちこっちこっち、こっちいるよペンギン。すごい。俺ちょっとね、ちょっとマジで興奮してんだけどこれそわそわするんだけど。いや、すごい、すごい、かわいい。ちょっと俺口数減るかもしれないマジで。ちょこらこらユッケ氏、楽しんでないで、ちゃんとミッションも忘れないでください。でもさ、なんだろう、みんなは自分たちでペット飼ったりとかしてんの？ペットはないですね。なんか、インコを飼ってましたけどね。赤星インコ。ユーリンは？俺、ちょっと待って、それより前にさ、何ですか？俺の呼びはユーリンに決まったの、これ。あれもそうじゃない？ね、満場一致じゃなかった？待て、だってユーリンってさ、僕じゃないじゃん。僕の事務所じゃん。俺を呼んで、俺を。このままミッションクリアしちゃうの？とその時、失礼します。こちらの、はい、フードですね。じゃあ何これ？ラブリーナ。まさかの店員さんカットインで話がストップ。ユッケ氏持ってないっすわ。しかし諦めかけたその瞬間、村川からナイスパスが。あ、そしてあれどうするんですか、呼び名は。あ、ユーリンさんじゃない。俺さ、やっぱ呼ばれんならさ、はい、下の名前がいいな。下の名前？え、ちょっと下の名前？アニメ芝居。ミッションを知ってるだけにうさんくさいというか、ちょっと小恥ずかしい。ちなみに僕の下の名前は分かりますか？分かりますね。ね、ね、そうですよ。ね、分かる。お前さ、そうやって自分でハードル上げたの分かった？うまっ。もう一人で食べてるから。うまって、最大のチャンスがいのりちゃんに潰された。まあ美味しいんだろうな。さあ残り時間もあとわずか。お店の目玉であるペンギンの餌やり体験をしつつ最後の勝負に出る。こんなことめったに経験できない。かわいい。うわー、頑張って。釣られてる。かわいいですよ。皆さん見てください、ほら右左、右ちょっとテンション上がる。投げると走ります。え、投げると走る？水の中に入れる。水の中に。ゆけしゆけし、投げて投げて。いいと思う。終わった今回のミッション、いよいよネタバラシのお時間です。皆さん撮影お疲れ様でした。ありがとうございました。そして小林、ミッション失敗、本当すいません。お、え、何ですか？実はですね、今日ここにいない高橋理恵から、はいはい、とあるミッションを与えられていてですね。それによって、番宣をする時間を与える与えないっていうね、かなり重要な、ね、ミッションがあった。猫カフェの時には、はい、3人に可愛くニャンと言わせるっていうミッションがあった。言った？言ってない。言ってくれたのは村川だけ。言った？ごめんユーリン。そっか、そうだったんだ、ごめん。あの時俺がどんだけ心折れたか分かる前に。そうだったのか。めっちゃ泣いてる。そして、ここでのミッションは、みんなにユウスケと呼んでもらう。あの、忘れないよ、今にもちょっと言いそうだなって思った時に、あーこれ美味しそうって料理の方に目をやった。いいのに。だいたいね、全部クラッシュしてくれたのに。でもね、もっと言ったら、すごくいいタイミングでお店の人も料理を持ってきてくれて、さっき結果してたんじゃねえの？
った皆さんどうでしたか。いや楽しかったです。本当に楽しかったね。至れり尽くせり。ねえ、ね、本当ね、個人的には何の枷もなしに楽しみたかったっていうのが正直なところだけれども、お疲れ様でした。お疲れ様でした。大丈夫大丈夫。でもね、そんな感じで、あのスバル君はね、ある意味スバル君は一人でいろいろ抱え込んで、あの冒険をしていくっていう、そういう作品でもあるので、うん、そんなスバル君のちょっと一端を垣間見えたかなっていう。なるほど。そう、あ、同じ状況だったってことですね。そう、なんかミッション失敗して正解だったんだよ。そうですよ、うん、死に戻り死に戻り死に戻り、そういうことか。小林祐介死に戻る。小林祐介